はい、どうもこんばんは、船です。今回はコンパスやっていこうと思いますが、今回は号令とデッキキロボについて話していきたいと思います。エレドですね、エレド、うん、話していきたいと思います。まずね、これ2種類ともね、どっちも週3なんですけれども、何が違うって発動がね、無価単価なんですよ。でこれも結局どういう風にじゃあ使用感違うのかって言ったら、まあ、ステータスはね、まあ、多少なりちょっと UR の方が高いんですけれども、あのね、使いやすさなんですよ。週3の当てやすさが違うんですよね、とにかく。うん、こっち発動無、発動単っていうことなんで、もう号令の方がね、圧倒的に当てやすいんですよ。ただここで、ね、言いたいのは、これ圧倒的にこう当てやすいからといって、じゃあ電撃ロボが弱いのかってやったらそんなことないんですよ。そもそもカード性能が2つとも強すぎるんですよね。うん、なんでもうここでも本当に勘違いしてほしくないのは、電撃ロボは弱くない、そこだけ。うん、ただその電撃ロボよりも号令のが使いやすいっていうだけの話なんですよ。まずそこを理解いただきたい。そしてね、あの電撃ロボの取り柄っていう感じでよく言われるのがクールタイムなんですよね。うん、発動が単なだけあって、その代わりクールタイムがちょっと短くなってるんですよ。でもこれに関して正直ね、エレドのね良さっては言えないんですよ。なぜかっていうと、絶対ね45秒より32秒の方が強いのは確かなんだけど、これね正直腐ってくるんですよ。なぜかっていうと、まずね、号令は当てやすいからタイミングを見極めて打つのが結構簡単なんですよ。に対して電撃ロボってちょっとねタイミングがシビアなんですよね。で号令使ってたらもうわかると思うんですけれども、正直45秒に1回週3打つかどうかっていう感じのカードだと思うんですよ。うん、なので正直ね、45秒ってこのカード性能からしたら割に合ってるこうクールタイムになってるんですよ。でも電撃ロボって当てるの難しくなってますよね。難しくなってて余計に当てづらくなってるのにもかかわらず、クールダウンがね短くなってるんですよ。これ正直あの45秒のクールタイムでも結局使用感って一緒なんですよね。なんでこうクールタイムが32秒だから強いよっていうのはちょっと違うんですよ。うん、だからね、こうクールダウンが短いからこれを使おうっていうのは正直まあ良くないっていうところだけご理解ください。ということで今回はね、この号令と電撃ロボを使った試合を見ていきたいと思います。だけでどうぞ。はい、ではやっていきましょう。1試合目ということで、ツッペル工事現場でございますね。今回は、なんとなく、リプレイじゃないです。なんとなくね、なんとなく。やっていきましょうか。で、味方が、なんだっけ、デルミンと、誰だっけ。誰ですか、デルミンと、見えないな、アサーティーが。で、相手の方がアダムとコクリコと、ネコミヤ。何その適当な始まり方。やっていきましょうか。で、とりあえずコクリコがいるんで、そうだね、とりあえず、まあ、ガードと。なんかデルミンいつもここアピールよね、みんなね。可愛いからいいんだけどさ。で一応コクリコなんで、ガードと回復を張ってからポータル触りましょうか。よーし、触れてない。よしよし、これは避けて、これシュウさん打っちゃいましょうか。ドーン、オッケー。でこの人たちね、油断してると思うからここでシュウさんを一発打ってくれ。ドーン、よーし、じゃあソロコやってください。よしよし、リエ入れていけない。あ、痛い。めっちゃ貫通くるじゃん。いける、その人たち やれる。エミリアが厄介だな。エミリア落としに行こうか。エミリア絶対やった方がいいよこれ。うん、ちょっとリエルってこと。あ、オッケー、ナイス、 C 獲得。じゃあガード張って逃げます。死んじゃう。回復。いや、 HS 貯めてきていいですか。HS 貯めようか。よしなるべく中盤に入る前に貯めてきたいね。でもそろそろ中盤だね。ちょっと前線張ってもらって、うまく相手がねガードとか入ったタイミングで、よし、シュウさん打っていきましょうか。コクリコがねあれ持ってるんだよ、和太鼓。あれ怖いね。あれあったらねシュウさん吐けなくなっちゃうからね。でエミリアがいてんだわ、あれいてんだわ。よし、じゃあここでシュウさん打っちゃう。どーん、嘘でしょ。ちょ、下がる。怖い。みんなガード何入ってるの。何前転ですか。前転かな。シュウさん当てたい。俺が裏処理した方がいいよな、あれな、絶対な。うん、ちょ、待って、それ触らないで。ダメです。でここでエレード打って、オッケー。よっしゃ、じゃあ帰る。よっしゃ、一陣吸っちゃおうか。吸えるかな。でもちょっとポータルが最大まで広がりきってないんで、
これ吸えそうだよね。いや無理だ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 。あやばいやばい、 C 開けちゃってる。あやばい、まずいですねまずいですね。あナイスナイス、ありがとう。じゃあシュースタン、あやっためっちゃ入ったよし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 、シュースタン楽しいじゃんシュースタン楽しいじゃん。じゃあこれ電撃ロボ、あれどこ行った、ここアダム、あいたいたいた、よしよし。じゃあ変に、でも変にね、やっぱ HS じゃない、シュースタン吐くのはやっぱ良くないね。なるべくタイミング狙わないと、余裕があってもねちょっと良くないな。うん、じゃあ可能ねすると思うから、可能可能可能、誰も誰も、あ来た今13の可能ねだったよなありがとうございました。いやうまく勝てたね、よかった、ありがとうございます。次行きましょう。はい、ではやっていきましょう。2試合目ということで、ケルパーズでございますね。ケルパーズかケルパーズかまあ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 、とりあえずサイマン側、そう結構ね最近、そのなんだろう、であのあなんだっけ、ザクレイ、そうザクレイとかいう、あのだいぶ突っ込んでくるキャラクターも増えてるんで、ミクか増えてたりもするんで、とりあえずね、あのまあシュウさんをなるべく当てられるように頑張っていきましょうかあーなんかできればなんかね3人で戦うようなとこでね、シュウさんしたいよね、そっちの方が絶対楽しいって。まあまあいいでしょ、とりあえずとりあえずこっちだけは取られないように頑張っていきましょうか。うんうんうん、よしよしよし。シュウさんはねどんな感じで使っていこうかな。ミクがね3点側に援護しようとしてたらスタン入れるとか、あとはそうだね、まあ敵陣味方がやられてしまった場合にね、シュースタンで援護するとか、そういうのがやっぱベストになってくるのかな。うんうん、どうしようか、もうミクも HS 溜まってるなくるくるしてるくるくるしてるあこれはこれはもうこれはもう友好関係だちょっとアピってみる、ああああアピきた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 待って待って、あ俺シュースタン、シュースタン使う動画これこんなんでこんなんでいいのかはい、ではやっていきましょう。3試合目ということで、おいでやすとりどりでございますね。やっていきましょうと。とりあえずこれはどうすればいいんだろう、 C かな C かな、まあ、C シュースタンあればね十分剥がせるからね。うん、それ狙っていきましょうか。味方がマルコスとサーティン、なるほど、マルコスがいるならなるべく自陣広げから入りたいね。相手がグスタフか、じゃあこれ C 行きましょうか。 C に C 向かいますって言ってもか、 C 向かいます、よし C に行こうよしよし、うーん無理な無理なカード入ったな、誰も来ない。あ、来てた。あ、アバ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 カ、アバ、アバカンは来ない。アバカンは来ないけど、アバカンは来ないけど、いて、いてよ。今、誰も来てないと思った。マップ、マップが、マップが、マップ見てたけど、見えなかった。なんちゅう言い訳って感じだけど。オッケー、シュウさん入れて、シュウさん入れて、もう一個シュウさん入れる。いじめですかまあでも45秒ぐらいは帰ってくるカードだからね。痛いんだ、だからエミリア、なんで痛いんですかそんなに。ちょ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 、回復貼っていい、ちょポータルポータルポータル吸わないね、まだ吸わないね。ちょちょって、あのグスタフがC 取りに行った C 取りに行った。ちょっとポータル吸ってるモーション中とかは結構ね余ってるから、こういう時にシュウさん入れると意外と当たる。で絶対このクルクルしてるのシュウさんだから、一回距離取る、違ったでもねグサフシュウさん持ってるからさ、使っていきそうなんだよね。うん、味方が見てくれてるからちょっと HS 貯めようかな。怖いな、あのエミリアが怖いな。なうん、あとグサフもねシュウさん持ってるんで、ちょっと HS を貯めて安全に立ち回っていきたい。うん、マルコスに HS を貯めさせないミクもどうかと思うけど、でも安心に立ち回りたいあーよっしゃ行くぞ、行けよー、シュウさんの祭りだ。じゃあここでシュウさん入れていこうか。 OK、 ユララ入ってる人がいるからシュウさん撃っちゃおう、よし
で、で、まだある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 、てんこ盛りだよ。外役プレイだなぁ。お、ギャラズともやられる。オッケー、オッケー、オッケー。よーし、よし、よし、よし。よし、回復して。みんなみんな回復。みんなみんな回復。テレパース、テレパース。オッケー、オッケー。ちゃんとよ、見てるよ、ちゃんと見てるよ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。よし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 。よしよし。いい調子、いい調子。いい調子、いい調子。電撃ロボを、この角に打とうか、角に。絶対ノコ歩いてくるから、この角に打とう。うん、で油断してると思うからここでシュエさんもう一個打つ。鬼かよ鬼かよ。じゃあ貫通の方がね、貫通グサ貫通だから、ちょっとね貫通だけ気をつけながらエイジス切って終わりましょうか。 OK、 ありがとうございましたと。ふう、よかった。ありがとうございました。味方ありがとう、入れていきましょう。だいぶね、アタッカーとかなんか前線張ってくれたんで、安全にね、HS も貯めながら、ちゃんとシュースターも打つことができましたね。よかったです。ありがとうございました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。やっぱりその、号令にせよ、エレドにせよ、だいぶね、強力なカードなので、ちゃんとタイミングを見極めて打つっていうことをしておけば、ちゃんと当たるカードとなっておりますので、ぜひぜひ、こうね、使い慣れながらね、どっちも使ってみたらいいかと思います。というわけで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。